路上で生活するホームレスたちにはいろいろな事情がありますが、通りすがる人たちの中に彼らの生活に興味を持つ人はほとんどいません。とはいえ、誰もが全く興味を持たないわけでもなく、声をかけたり物資やお金を渡したりと生活を助けてくれる人たちもいます。そして今回のホームレスの男性の場合、彼を助けてくれたのは警察官でした。自分の正体さえよく分かっていなかったあまりにも過酷な男性の人生は、この警察官によって一転することに。ミック・マイヤーズという男性は30年ほどカリフォルニア州サンゲアンドロの路上で生活していました。彼はその日を生き延びるために得意のギターの演奏をします。それでも地元の人には相手にされず、人々は彼のそばをただ通り過ぎていきました。彼のところで立ち止まる数少ない人たちの中には、アラメダ軍保安局のジェイコブ・スウォルフェル副官がいました。とはいえ、ジェイコブが立ち止まったのはミックに路上での物乞いは違法だからやめるようにと警告するためです。でもミックには他に行く場所もお金もありませんでした。ミックの人生はいつも不幸だったわけではなく、幼い頃にサンゲアンドルに住む愛情深い家族の養子として引き取られていました。子供の頃はマーチングバンドに参加し、友達にも恵まれていました。ところが残念なことに、家族として愛情を注いでくれる養父母とは反対に、兄弟は彼を受け入れず、ミックが仲良くしようとしても彼を無視したのです。そのうちミックは外の世界の友人たちとも距離を置くようになり、静かで内向的な人間になっていきました。この時に感じていた寂しさや孤独感は大人になっても続いていったのです。16歳の時に自分が養子であることを知ると、ミックと家族との関係は崩壊しました。どうして兄弟が自分に冷たく当たっていたのか理解したミック、そんな彼にさらなる悲劇が襲うのです。それは自分を愛してくれた養父母が突然亡くなってしまったことでした。これをきっかけにミックを嫌っていた兄弟は彼を完全にシャットアウトしてしまいます。もう家族じゃない、そう悟ったミックは一切の関係を断ち、独り立ちをすることにしたのです。そしてトラック運転手として身寄りのない孤独な生活を始めたミック、内向的な彼にはうってつけの仕事に思えましたが、誰とも関わらない仕事は彼の孤独感を募らせ、精神状態が悪化してしまった彼は仕事を失うことに。結婚もしていない彼には頼る人もいないため、路上生活を送るようになりました。それから彼は30年間ホームレスとして生きることになるのです。食事にありつくため彼はギターを弾きますが、人々は彼を無視して通り過ぎます。この日常が当たり前になると、彼はきっとこのまま路上で死んでいくんだろうと希望を失っていました。そして67歳になっていたミックは、ある日自分の運命を変える33歳の男性と出会ったのです。それが彼に路上での物乞いを警告していた保安官局のジェイコブでした。いつまでも路上で物乞いをし続けるミックを見つけたジェイコブは、ある日最終警告をしようとミックに近づき、ID は持ってるか?と聞きました。すると、持っていない。というミック。なんで ID を持ってないんだ?もしかすると、何か過去に犯罪歴でもあるんだろうか。疑問に思ったジェイコブに、ミックは自分の人生を語り始めました。そこでジェイコブは、彼が30年間ホームレスをしていること、そしてアルコール依存症でもなければ、麻薬も喫煙もしないこと、さらに障害者であることも知ったのです。過去にトラック運転手をしていた障害を持つ高齢者と分かった途端、ジェイコブはなんとかミックを助けたいという思いに駆られました。住所もないミックは社会保障やあらゆる手当を受けることができず、路上で過ごすしかなかったため、まずは ID を取得することから手伝おうと決めたジェイコブ。そうは言ってもそれは言うほど簡単なことではありませんでした。トラック運転手時代に運転免許証を持っていたものの、その記録はもう残っていなかったため、改めて膨大な書類を用意しなければいけなかったのです。とはいえ、身寄りのないミックは
どうやってそれらを用意したらいいのか分かりません。そこでジェイコブが手伝い、なんとか出生証明書を探し出しました。すると彼の生みの親がつけた彼の名前はデビッド・チャールズ・オークリーであることが分かったのです。このおかげでミックは諦めかけていた ID を取得することができたのでした。そしてこの話はここからさらに展開していったのです。ミックにとって無理だと思っていた ID の取得によって医療保険の加入と社会保障を受け取ることができたため、これでゴールのように思えたのですが、ジェイコブがここまでしてホームレスの男性の自立を助けたことは地元でニュースになり、記者たちが取材に訪れました。人々はジェイコブの優しさに驚きましたが、この話に人一倍興味を持った人がいました。それは私立探偵のマーク・アスキンスでした。マークはミラクルメッセージという非営利団体のボランティアをしていますが、この目的はホームレスと家族を再会させることでした。ミックは自分の母の名前はマリーだと知っていましたが、彼女に何が起きたのか、まだ生きているのかなど全く知りませんでした。調査に乗り出したマークはアラメダ郡の古い台帳を調べ、ミックの両親を見つけました。さらに調査を進めたところ分かったのは、ミックの母マリーは16歳の時にアラメダ海軍の船員であったワイリーに出会って恋に落ち、駆け落ちして結婚していました。ところが結婚生活は幸せとはほど遠く、気づけばマリーはテネシー州の古い山小屋に住んでいました。夫は全てのお金を母親に渡し、仕事に出てマリーを数ヶ月間放置していました。古いキャビンには電気も水道もなく、割れた壁から蛇や他の動物が入ってきます。17歳で出産をしますが、ベビーベッドがないため椅子を並べて赤ちゃんを寝かせます。夜はクマやピューマが出るため赤ちゃんをそばで見守りました。お金がないため夫も母に助けを求めますが、義母はマリーに骨の折れる仕事をさせた後にやっと粉ミルクのお金をくれるだけでした。あまりにもお腹が空き、近所の庭から野菜を盗んで食べるまでになっていたマリーはついに限界となり、実の母親に帰ってもいいかと連絡をしました。実の母がマリーに気づかないほど痩せ細って帰ってきた時、マリーは二人目を妊娠していました。これがミックでした。そこから2年は困難の連続で、ミックが2歳になった時、マリーは胃に穴が開いていると診断されます。仕事を掛け持ちしていても手術のお金はなく、見かねたマリーの母親は近くの教会に男の子を養子に引き取りたい家族がいるから養子に出してはどうかとマリーを説得しました。息子を養子に出すという苦渋の決断をしたマリーがマークから連絡を受けた時、マリーはためらうことなく息子に会いたいと答えました。そこでまずはアラメダ郡保安官事務所にジェイコブとマーク、そしてミックが集まり、マリーに連絡を取ることに。母へデビッド・チャールズ・オークリーですと本名を名乗ると、母は息子よと叫びました。そうして2週間後、2人はついに再会することに。ジェイコブとマークも同行しました。ジェイコブからプレゼントされた新しいギターを持ったミックを空港で出迎えたのはメイでした。そして家に着くと、待っていたマリーがミックを抱きしめ、2人は65年ぶりの再会を果たしました。マリーは3番目の夫、子供たち、孫たち、そしてひ孫たちにも囲まれて暮らしていたため、ミックは一度にたくさんの家族のメンバーに出会い、そして温かく迎え入れられたのでした。そうして死ぬまで孤独なんだと思い込んでいたミックは路上生活から抜け出し、休暇に会いに行く家族ができ、いずれは家族の近くに住むことも考えているそうです。全てはこのホームレスの男性と向き合い、彼の本当の姿を見ようとした一人の見知らぬ人の優しさのおかげで起きた出来事でした。